オランジュのローマ劇場音楽祭のヨースオランジュ音楽祭はフランス南部のオランジュで毎年8月に開かれるオペラ、音楽祭。公演は古代ローマの劇場の遺跡で行われる。ローマ劇場は壁面が残存しており、後世に9000席の客席が再建されたものである。最初の祭典は1860年に開催されたが、1869年に ローマ劇場の復元がなると、ローマ祭と呼ばれ、エティエンヌ・ニコラ・メ・ユールのオペラ、ジョゼフが上演された。祭典には、フランスの著名な芸術家たちが出演し、一世紀に渡って演劇、オペラ、コンサートが開かれた。1903年には、サラベルナールが、フェードルを上演したほか、アンドロ・マック、アンティゴネなどの演劇が上演された。1902年から祭典は、 コーレジーと呼ばれ、毎年実施されるようになった。コーレジーとはギリシャ語で合唱指導者を意味するカーリーゴスが語源で舞台の壁面の優れた音響効果からその名が付けられた。コーレジーでは音楽と演劇が交互に上演されてきたが、1969年から演劇はアビニョン演劇祭で行われるようになり、1971年から新、 コーレジーというオペラ音楽祭として再生した。現在では、声楽リサイタルやオーケストラコンサートとともに2つのオペラを2回、上演するのが一般的である。かつては、ドイツオペラに非常に熱心な音楽祭だったが、近年はほぼ、イタリアオペラ中心である。ラコーメディ、フランセーズ・ア・オレンジ、ル・プログラム・ディ・アンドロ・マック、ル・ジュナジュイン・ p ありがとうございます。